ART 新時代到来。誕生、ゲーム数管理 ART 発動システム。 ART の発動をゲーム数で管理することでプレイヤー待望のゲーム性を実現。あの熱き128ゲームの興奮よ、再び。ゲーム数管理 ART 発動システム搭載、パチスロー天外魔境マンジマル。三洋の独創の技術力がついにあのドキドキの全長演出を可能にした。そしてチャンスゾーンや複数のモードを持つことでプレイヤーが ART の発動を推測するゲーム性をも実現。パチスロ天外魔境は ART 高期待度ステージ魔境への道を搭載。前兆からこの魔境への道に入ると熱い。魔境への道終了時にはネノ一族とのバトルが開始。対戦相手によって期待度が変化する。見事勝利すると星城 ART 暗黒乱チャンスに突入。暗黒乱チャンス、星城 ART 暗黒乱チャンスは1ゲーム純増なんとおよそ 1.8 枚。 ART 機屈指の純増スピードを誇る。最大75回までベルナビが継続すると獲得枚数はおよそ450枚。そしてナビの分岐タイミングが訪れるとカウントダウンスタート。 ART が続くことを祈れ。まだまだ暗黒乱チャンス中にバンジチャレンジが発生したら赤7を狙え。赤7のシングルラインで1つ、ダブルラインで2つ。揃えば揃うほど ART1 ゲーム即発動をストックできる。ストックした ART はカウントダウン演出後暗黒乱との決戦演出を経て1ゲームで即発動される。俺たちの勝利だ。暗黒乱チャンス。もちろんパチスロ天外魔境の魅力は ART だけではない。300枚獲得できる2種類のビッグボーナスを搭載。ビッグボーナス、ビッグボーナス入賞でモード格上げのハイチャンスだから、ボーナス終了後もやめられない。そしてボーナス中にもマンジチャレンジが発生。プレミアムビッグに入賞するとマンジチャレンジ発生率がアップ。しかもその成功率はおよそ 50% の高確率。 ART ストックは平均 2.5 個。そしてプレミアムビッグ終了後は天国モードが濃厚。迫力の出玉感が期待できる。パチスロ天外魔境を体感せよ。それでは早速パチスロ天外魔境を体感していただこう。地震元だ。これってもしかして前兆？魔境への道、魔境への道、 ART 近いのか、来てんのか、来てんのか。来た、火の一族演出。火の一族の力見せてやる。
の始皇天明を買ってくれよ。よっしゃ、ART 突入、俺たちの勝利だ。よし、左だ、右よ、中だ、中だ、左だ、右よ、右よ、左だ、中だ。ナビ通りで結構コイン増えるんだ。中だ、右よ。やべ、カウントダウン始まった。右よ。頼む、続いてくれ。まだまだ。よし、右よ、左よ。天空の宗太郎、赤七来てくれよ。あり、ダブル、よっしゃ。右よ、左、あっちゃ、消すぞ。よし、勝った。いいね、この感覚。パチスロ天外魔境は魔境への道を経由しなくても特定役の成立、あるいは通常ステージからいきなり ART に突入することも。そして ART 後期態度ステージ、止水の鏡に突入すると ART はもう目前。なんと止水の鏡は ART 期待度 70% 以上。さらにそこから ART 暗黒ランチャンスに突入すると次回天国モードが濃厚に。1ゲーム即発動ストックのチャンスは暗示チャレンジだけではない。 ART 中に特定役が成立すればストックのチャンス。やった、フリーズ、魔境あり。プレミアムビッグ、よっしゃ、ビッグボーナス。プレミアムの力見せてくれ。よし、もう一丁、やった。暗黒ランチャンス。パチスロ天外魔境はあらゆるところに様々な秘密が満載。絵の一族を生み出した絶対神ヨミ、こいつが現れるともう一つの ART 読みチャンスに突入。読みチャンス、次回天国モードが濃厚になる激アツ ART だ。さらに暗黒ランチャンス中に BGM が時代をかけるに変化すると次回天国モードが濃厚だ。これこれ、この感じ。ART 新時代到来。業界初、ゲーム数管理 ART 発動システム。 ART の発動をゲーム数で管理することで前兆やモード推測といったあのドキドキのゲーム性を実現。あの熱き128ゲームの興奮よ、再び。パチスロ天外魔境アンジマル。
ご好評いただいております。 CR ユニット最勇気 JP シリーズに力強い仲間が増えました。ホール様およびメーカー様のご要望にお答えし、不正やトラブルを未然に防ぐ業界初の究極のセキュリティ機能を搭載しました。ではご紹介しましょう。新 CR ユニットまもるくんです。ジョイコちゃん、紹介ありがとう。はじめまして、僕まもるくんです。本日は新しい仲間であるまもるくんの新機能を皆さんと一緒に解き明かしていこうと思います。よろしくお願いします。まず最初は業界初遊戯機を守る不正電波検知機能。待ってました、まもるくん。僕は遊戯機に発信される不正な電波をキャッチするとジョイボックスに通知するんだ。だから営業中でもホール様は迅速な対応が可能となるんだ。電波による不正行為のリスクを最小限に抑え、遊戯機一台一台に対するいたずらを監視してるんだよ。遊戯機を守る、これがマモルくんの使命ね。マモルくんすごい。ねえねえ、他にもあるの？うん、あるよ。次は閉店後の遊戯機を守る夜間監視機能。閉店後ジョイボックスの監視機能をオンにしておくと、僕のエリアセンサーが遊戯機一台一台を監視するんだ。不法侵入者を検知すると光と音で威嚇、時間と場所を記録することができるんだ。異常を検知しました。もちろん不法侵入者に必要以上に刺激を与えたくない場合はサイレントモードの設定もできるんだよ。 CR ユニットは遊戯機1台に必ずセットでついているので、より高度な監視ができるのね。そんなことまでできちゃうんだ、マモルくん素敵。ありがとうジョイコちゃん。でもまだあるんだ。最後にお客様を守るセンサーと音声機能。ジョイコちゃん、僕にはエリアセンサーがついてるんだ。さっきも出てきたけど、エリアセンサーって何？エリアセンサーっていうのは、お客様の着席、離席をセンサーを使って CR ユニットが判断する機能だよ。価値ありのジョイコイン、会員カードなどをユニットに入れたまま席を離れると音声でお客様に注意を促すんだ。お取り忘れにご注意ください。それでも気づかれないお客様のためにコイン、カードの返却停止をホール様で設定できるんだ。の盗難を未然に防止できるのね。すごいわ。今日は僕の新機能の一部を紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか？よくわかったわ。マモルくんはお客様だけでなく遊戯機も守っちゃうのね。頼りになるわ。私も守ってほしい。ホール様、メーカー様からの要望にお応えし、トラブル防止に大活躍。それでは皆さん、新 CR ユニットまもるくんをよろしくね。ジョイコシステムズではこれからも最先端のセキュリティを提供していきます。
太鼓製品は各販売代理店で取り扱っております。VS8000 がさらなる進化を遂げ新登場、サンスリー監視カメラシステム VS8100。 サンスリー監視カメラシステムが新しくなりました。機能性と操作性が大幅にアップ。ポール様の安心と信頼をお約束します。今日は VS8100 の魅力を私たちがお伝えします。サンスリー監視カメラシステムは VS8000 からさらに進化、業界初の新機能で抜群の操作性を実現。21.3 インチ大型タッチパネル採用、サンスリーパーラーグラフィックシステム。パソコンに不慣れな人でも簡単に操作できます。カメラの操作はパン、ズーム、チルト全てを同時に可能にする三軸ジョイスティック。VS8100 はタッチパネルからもカメラ操作が可能。タッチパネルからはほとんどの操作が可能です。デジタルレコーダーもタッチパネルから簡単に操作できます。3ポジションプリセットにより3台の同時再生が可能。その他にも機能がいっぱい。自動追尾情報に連動したアラーム履歴も簡単検索。遊戯機だけでなく計数機などの設備機器もポジション指定が可能。多彩な機能で死角ゼロを追求。さらに機種画像を配置図内に表示。設置機種が一目瞭然。あとはタッチするだけで一発選択。ハード面も機能アップ。高性能オリジナル PC、 24時間365日フル稼働にも耐える信頼性。長時間録画を実現したデジタルレコーダー。ハードディスクは最大 5TB まで拡張可能。ポール様の求める高画質、高性能、操作性にお応えし、さらにコストダウンも実現した VS8100。 いかがでしたか？安心と信頼を支える確かな技術がさらに進化。サンスリー監視カメラシステム VS8100。 これからもサンスリー監視カメラシステムをよろしくお願いいたします。ART 新時代到来。業界初ゲーム数管理 ART 発動システム。 ART の発動をゲーム数で管理することで前兆やモード推測といったあのドキドキのゲーム性を実現。パチスロ天外魔境は ART 高期待度ステージ魔境への道を搭載。前兆からこの魔境への道に入ると熱い。
終了時にはネノ一族とのバトルが開始。勝利すると暗黒ランチャンスに突入。1ゲーム純増なんとおよそ 1.8 枚。 ART 機屈指の純増スピードを誇る。最大75回までベルナビが継続すると獲得枚数はおよそ450枚。そして300枚獲得できる2種類のビッグボーナスを搭載。アンチチャレンジが発生したら赤7を狙え。揃えば揃うほど ART1 ゲーム即発動をストックできる。あの熱き128ゲームの興奮よ再び。8スロー天外魔境アンチマル。